冒頭2点申し上げたいと思います。一つは、本日の閣議におきまして、国際協力機構 JICA の次期理事長に田中明彦東京大学副学長を私が任命をすることについて了解を得られましたので、お知らせをしたいというふうに思います。田中氏は皆様よくご存知の通り、我が国そして世界的にも著名な国際政治学者であります。これまで外交安全保障そして政治経済等の幅広い分野で活躍をされ、政府に対する種々の提言の作業にも関わってこられたところであります。次期 JICA 理事長にまさにふさわしい方だというふうに考えておりまして、4月1日に理事長にご就任をいただいて、我が国の政府開発援助の実施機関の長としてさらなるご活躍を期待をしたいというふうに思います。もう一点ございます。TPP 協定参加への日本の関心表明に対しまして、米国政府が実施していた意見募集でありますけれども、現地時間13日金曜日に締め切りを迎え、期日までに約110件のコメントが提出されたというふうに承知をしています。コメントは米国政府に対して提出をされたもので、ありまして、個別の意見に対して我が国政府としてコメントは差し控えたいと思いますが、全米商工会議所、全米食肉輸出連合会、全米製造業協会、米国保健協会等からは日本の TPP 交渉参加を支持する論調の意見が出され、また全米自動車政策評議会、全米労働総同盟産業別組合会議等からは反対する意見が提出をされている模様であります。締め切り日後のコメントも受け付けられるとのことでありまして、またコメントの内容については精査する必要がありますけれども、これまでのコメントを見る限りは我が国の TPP 参加自体につきましては全体としては肯定的な意見が大勢であったと考えられるところであります。ただしこのような肯定的な意見でありましても、我が国の一層の市場アクセス改善を求める意見が付されている、そういった点については注意が必要だというふうに思います。いずれにしましても米国政府としてはこれらのコメントも踏まえて政府の方針を検討するというふうに承知をしておりますので、このようなプロセスの進展が我が国の TPP 交渉参加に向けた米側との協議の促進につながることを期待をしているところであります。私からは以上です。はじめに JICA の理事長人事についてですが、尾形さんの任期というのはまだ残された状況でありますけれども、このタイミングになったことと、それから発足以来尾形さんが理事長を務められてきましたが、そのご活躍についてお願いします。まず尾形理事長に、つきましてはですね、まさに余人をもって代えがたい、ご活躍をいただいたと、これはもう国際社会全体からですね、大変な評価をいただいております。日本国そのものの評価にもですね、私は尾形理事長のご活躍というのはつながったというふうに思っております。ただもう率直に申し上げるとですね、ご本人も年齢を大変気にされてた経緯がございまして、一刻も早く、選任を適任者についてですねしていただきたいということもあったもんですから、この間ですね、内々、適任者をですね、探す作業をしてきたということでございまして、その点について、調整が整ったもんですから、尾形理事長にもですね、実は任期の途中で、ということも
内内実は以前から含んで、いたもんですから、またご本人のですね、お気持ちもそうであったもんですから、今の段階での交代ということになったということでございまして、まあ、改めてですね、緒方理事長はですね、まあ、JICA の職員のみならずですね、日本人またのみならず国際社会全体からも高い評価そして信頼というものを寄せられている方であって、まあ、3月31日までお勤めをいただくわけでありますけれども、そのご活躍ご活動に心から感謝と敬意を表したいというふうに思っております。各社さんお願いします。イランは参加新聞の境ですけれども、はい、イランの輸入ですけれども、まあ、先日安住大臣が段階的に輸入削減されると、まあ、総理が個人的な見解で、まあ、現場さんも慎重に言ってもらってますけど、政府の方針としてですね、その段階的に輸入を削減するというのは、まあ、政府の方針にはなってないんですか。これはですね、結局2つのことが大切なんですね。1つは国際社会との協調、そのことによる効果的なイランに対する制裁、そしてもう一つは、まあ、関連はいたしますけれども世界経済に対する影響といわゆる原油価格市場の安定、これをやはり両立をさせなきゃいけないということに尽きるというふうに思うんです。ですからその大事なことは、これまでもイランからの実は輸入というのはですね、削減をしてきているわけでありますけれども、今後もですね国際社会の協調ということを考えると、そういう方向性であるということは申し上げてもいいと思います。ただ方向性としてはですね、もう政府としては基本的に一致を見ているというふうに申し上げてもいいと思います。ただですね、具体的にどうするかということについて、また米国のいわゆる制裁法案についての運用についてはやはり慎重に行っていかなければならないということでもありますし、これは米国との交渉にも大いに関わる話でありますので、そういった点について今ですね、まさに米国とも緊密にすり合わせをしていくという段階にあるというふうに考えていただければというふうに思います。大臣、はい、どうぞ。NHK 池川です。はい、今日からですね、この TPP の、はい、ベトナムとの協議がスタートするということで、事前協議が本格化します。はい、まあ、先ほど米国の話もございましたけれども、これからその TPP の協議が本格化するにあたって、現在のですね、受け止めと、あと一方、昨日山田前の副大臣、農水大臣がですね、アメリカ視察に行かれて、やはりその日本の TPP 参加に対しては慎重に対応するべきだというお考え示されましたけれども、これがその党内、まあ、あとは国内世論をですね形成していくためには、どのようなことに心がけていきたいのか、この2点をお願いいたします。はい、確か本日、ベトナムですか、また明日もしくは明後日にブルネイと関係者がですね、協議をするということになっております。先ほど米国の話をいたしましたけれども、米国ともまさにですね、今回のパブリックコメントを踏まえ、まだこれからも受け付けるということでありますので、そういった協議について、具体的な日程も含めてですね、スケジュール調整をこれから行っていく、早期に協議に入るべくですね、スケジュール調整を行っていきたい。またベトナム、ブルネイに限らずですね、調整ができ次第、それぞれの国々と協議をすると。これはそのコンサルテーションと英語で今言ってますけれども、それぞれの首都で、つまり関係国の同意を得るという作業はそれぞれの首都で行うということに、ルール上なっているものですから、
まあ、今回こういう形で派遣をする、合わせてですね、やはり情報収集をきちっと行っていって、大切なことは情報を精査して整理をして、それについて国会でもまた国民の皆様にもしっかりと提供をする、そういう中でですね、合意形成、国民的な議論を経て、合意形成を行っていくということが大切だというふうに考えているところであります。大臣、中心統括といいます。発展の問題についてお聞きします。昨日ですね、野田総理が、はい、民主党沖縄県連の木下昭吉さんと面会して、嘉手納統合案について、選択肢として考慮すると発言したと一部で報道されていますが、それについて受け止めをお聞かせください。これはですね、まあ、私も官邸の方に確認をしましたけれども、結論から申し上げるとですね、総理は聞き置いたというのがどうも正確なようで、あります。まあ、これにつきましては日米合意というものがご存知のように、ございますから、引き続き、それに沿いながら、また同時に沖縄の負担軽減というのを一つ一つですね、目に見える形で、実現をしていくというのが私の役割だというふうに考えています。他によろしいですか。よろしいですか。はい、どうもありがとうございます。